ましておめでとうございます。今年も作の宿をよろしくお願いいたします。まあもう1月終わりかけですが、ソニちゃんに投稿した年賀状イラストでも2021年は牛年、ロデオマシンに乗る麦ソニとか考えたけど、それじゃ馬年のネタがなくなるということで、闘牛恋しいなったよなということで、それを書いてみました。年賀はいつもより太め、去年のソニバスイラストと同じ画風です。麦ソニめったに書かないから割と難しい。終わったので強弱つけます。これ本当わからん。ステンドグラスにも同じ手法使うよな。そんで色塗り。帽子の柄めんどくさいけどちゃんと描く。白も塗る。線を細くしたい。描き直そう。めんどくさいので消しゴムで削る。なかなか均一にならないけど。細かく調整。塗り直し。背景描きたいけどネタがない。大きさを変えたい。加工して、影をドットで塗って、色変更したけど思い通りに全然いかないので部分別にある。線画の色とです。ハイライト書いて、針書き込んで、文字書いて、フォントにした、サイン書いて、ちょっとひと手間、文字出して調節、色変えて、背景ドーンで出来上がり。いかがですか？これ印刷しようとしたらエラーで6に印刷されないという惨状でした。次回はバレンタイン。毎年恒例はネタがつきがち。ということでご視聴ありがとうございました。